堺市立サッカーナショナルトレーニングセンターは大阪府堺市堺口港八万町にあるサッカー練習場を中心としたスポーツ施設愛称は J グリーン堺略称は堺トレセン、堺 NTC など J イズパークグループが指定管理者として運営管理を行っている大和川の川口左岸堺仙北港の北端にあった 大阪ガス所有の工場跡地を堺市が借り受け大阪府と日本サッカー協会の支援を受けて整備されたスポーツ施設で敷地面積は約35.4ヘクタール。なお、サッカー以外にラグビー、ラクロス、アルティメットなどでの利用も可能となっている2003年、工場閉鎖後の使い道のなくなった土地とその固定資産税の負担が残った大阪ガス。 臨海部の遊休地の再生、再開発を行いたい。堺市、慢性的な活動場所の不足に悩む日本サッカー界の思惑が合致。その結果として、サッカー関連施設の整備計画が持ち上がっていることが一部マスコミで報道される。2006年10月に、堺市が構想を発表。開設時期、施設の概要、敷地内のレイアウトなど、計画の詳細も発表された。 この記者会見翌日の新聞報道では、大阪ガスが所有地を20年間無償対応する代わりに、堺市が固定資産税を免除する方向であると報じられた。後に建設予定地の土壌汚染と、その汚染除去作業に時間がかかることが判明。堺市公式サイト内での事業説明では解説は2010年春頃になると変更された。また施設についても、 人工芝ピッチの一面減少、照明設備の減少、屋根付きフットサルピッチの減少、スポーツ広場、センター広場の追加など、構想段階から若干変更された。2008年2月に整備工事入札が行われ、3月に大林、西部、花谷、太陽 JV と契約を締結。同月、3月に大阪ガスとの間で、土地使用退職契約を締結。 契約範囲は本施設建設地約35.4ヘクタールを含む42.6ヘクタール。契約期間は同年4月からの22年間。2008年4月に堺市、大阪府サッカー協会、日本サッカー協会の3社は基本合意書に締結。合意内容は日本サッカー協会が施設整備費用のうち5億円を負担すること、両サッカー協会が 年間3000試合の試合誘致に努めること。堺市氏が必要性に応じて宿泊機能の確保に努めることの3点。2008年7月工事着工。2010年3月完成。なお、計画及び建設初期段階においては、堺臨海部サッカーナショナルトレーニングセンターの歌唱が用いられていた。2010年3月19日に報道陣に公開され、 その後プレオープンとして、地元の学校やスポーツクラブへの貸し出しを開始、3月28日の開設記念式典を経て4月1日より正式オープン。前述の年間3000試合の試合誘致については、施設完成前である2009年の段階で2010年度の利用分として、約6700試合の申し込みがあった。なお、 酒井氏は2010年度中にも命名権を販売して財源を確保する方針を明らかにしていたが練習施設の高値売却は難しいとして見送られ代わりに愛称を全国から募集2010年11月28日愛称が J グリーン堺に決定した J グリーンの頭文字の意味2012年4月に中学世代の女子選手の育成強化を目的として JF アカデミー酒が開校した。なお、季節の福島、熊本浮きと違い、女子のみを対象としている。セレッソ大半海レディスや FC 大阪が S1 メインフィールドをホームスタジアムの一つとして使用している。J グリーン酒 S1 メインフィールド主な施設は、以下の通りなお、蒸気 J1 系統、J11 系統は、土休日と、学級期間中の運行であるため、 運行の有無には注意が必要である。当該系統以外での移動方法は以下の通りである。なお、南向きバス停に着いた場合、当施設に行くのに道路を渡る必要がある。南に歩くと、当施設の南側につながる道との定時路に信号があるが、北に歩くと、一つ前のバス停まで信号がなく、同じ道を折り返して歩くことになる。ありがとうございます。